はい、ヤキゲームズです。隠し世界任務テペトル流のかくれんぼの発生方法と進め方を解説したいと思います。20原石をもらうことができます。まず任務を発生させます。流氷の締脈の上にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて北東方向に向かって飛んでいき、流運反射の上を通って進んでいきます。着地したらまっすぐ進むと横向きに倒れている白い木がありますので、そちらに向かって近づいていきます。テペトル流の色あたりに近づくとムービーが入って世界任務が発生します。すでに発生していますので目標追跡をしてやっていきます。目的は帰ってこない竜の仲間を探しに行くとなっており、ミニマップの円の中にいる小さいテペトル竜たちに話しかけていきます。最終的に横向きの木の近くにある草むらの中で寝ているのですが、3匹近くにいるテペトル竜に話しかける必要があります。全部話しかけると草むらにびっくりマークが出て居場所はわかるのですが、3匹話しかけた時点で草むらに出てきますので、そこで見つければ話を進めることができます。見つけた後の会話があるとテペトル竜とお別れするとなりマーカーが出ますので、そちらに向かって近づいていきます。保護者のようなテペトル竜との会話が終わると任務完了となります。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録・高評価をお願いします。